さてそれではね、まもなく蒜山大山スカイラインの入り口ですね。ここを入ると蒜山大山スカイラインです。いや、このスカイラインはね、本当、まあ、岡山のバイク乗りの人からすると、まあ、聖地みたいなもんですよね。まあ、一番のツーリングスポットじゃないですか、県内で。あ、涼しい涼しい涼しいぞ。ちょっと雲が多いのがね、残念ですけど、こっからね、大山目指していきますよ。ここはね、秋の紅葉の時期とかがね、綺麗ってよう言いますね。僕この秋の時期はね、走ったことないんでね、どんな感じかよくわかんないんですけど。いや、バイクの人も多いな今日は。ちょっとこのスカイラインの道中にあるね、鬼面台展望台、そこにちょっと寄ってみようと思います。あー、ええわーええわええわ、涼しいし、あー、快適快適。やっぱ夏は山の上のツーリングに限るな。気持ちいいわ。そろそろ鬼面台の展望台ですね。開けてきた開けてきた、景色も。よいしょ。ほいほいほい。はい、じゃあちょっと景色を見てみましょうかね。これが鬼面台展望台からの眺めですね。いやー、いい眺めっすね。やっぱりここは何回来ても、蒜山高原が一望できます。で、あそこに見える山がおそらく蒜山三座と呼ばれる山ですね。間違ってたらすいません。多分そうです。で、反対側の景色、あそこのね、ちょっと雲がかかってる山、あれがね、大山ですね。なので今からこのスカイラインを走ってあそこまで行くわけです。はい、それではね、これから大山に向かっていきますね。はい、今鳥取県に入りましたね。こっから鳥取県です。で、もうすぐ蒜山大山スカイラインの終点ですね。はい、これにて蒜山大山スカイラインはここで終わりかな、多分、確か。はい、じゃあ、おお、風が強えな。やたらと風が強いぞ。とりあえず一旦蒜山を下っていきます。ここの道がね、結構な急カーブというかね、急カーブの連続が続く道なんですよ。慎重に私降りていきますよ。もうバイクを寝させて曲がるなんて芸当できないですからね。おいしょー。
こういう道は車も大変そうですね。急カーブの連続で。とりあえず下ってきたと。で、またこっから大山に向かって登っていくっていう感じですね。目の前には大山がね、そびえ立ってますよ。ちょっとあの、てっぺんの雲がどいてくれたらもっとね、見栄えがいいんですけどね。はい、登りのゾーンに突入しました。はい、大山のふもとまで来ましたね。奥大山スキー場。ウィー、蛇の死体踏んで滑りかけた。うっそうと茂っております木々が。いやー、近づいてますよ。大山に近づいております。はい、じゃあ目的地に着きましたよ。鍵掛け峠ですね。まあ、大山の一番のビュースポットです。いいですね、大山がはっきりと見えますね。いやー、やっぱ鍵掛け峠から見る大山は美しいっすね。じゃあ大山環状道路をもう抜けて、今日の最終目的地である松江まで向かいましょうかね。本当はね、もうちょっと時間に余裕があれば境港の方からね、北上して、あのベタ踏み坂とかね、あの辺走って松江に行きたかったんですけど、ちょっとね、ゆっくりしすぎましたね。もう4時になるんで、ちょっとね、まあ、日が暮れるまでにはね、松江に着きたいと思うんで、まあ、境港まで行ってる余裕はないかな、これは。はい、じゃあ、ちょっとね、大山のふもとのね、モンベルによって休憩します。とりあえず大山環状道路を下って米子まで降りていきます。もうあとはね、一気に今日の宿泊地の松江に向かうだけなんでね。おー、どんどん下ってくるにつれて気温が上がってくるな。暑いぞ。お、映っとるかな、米子の市街地が今目の前に広がってるんですけど、撮れていると信じたい。綺麗な、奥には日本海が見えますね。うわぁ、すげぇ、めっちゃ気温がみるみるうちに上がっていくのがわかる。うわぁ、熱風や、下まで降りると。これが下界の暑さか。はい、大山からね、米子まで降りてきました。今はね、あの、バイパスに乗ってますね。米子のバイパスに乗って松江を目指してます。まあ、正直めちゃくちゃ暑いですね。まとわりつくような暑さです。はい、米子を抜けて島根県の安来に入りましたね。ゴールはもうすぐそこです。言うてもまあ28キロですね。あと、はい、今ここが安来市の大体中心部かな。これが安来駅ですからね、山陰本線の。安来という町は僕もまあ全然馴染みはないですね。もうそれこそ本当松江行くときに通過するぐらいのことで、いちいち歩いて探索したことはないんですけどね。まあ本当に一地方都市っていう雰囲気ですね。島根県の県庁所在地、島根一番の都松江まで来ましたね。
あとホテルまで 3.4 キロ、時間は今5時7分か。まあまあまあいいぐらいかな。もうちょい走れますけどね。はい、お疲れ様でした。松江の、今日予約してるホテルに着きました。まあまあ至って普通のホテルですね。しかしね、ここ結構眺めがいいんですよ。見てください、これ。宍道湖を一望できます。もうまさに松江の中心部にあるホテルなんでね、眺めがいいです。で、このホテルはね、宍道湖温泉がまあ湧いてるホテルなんで、まあ温泉もついていると。でね、このホテルなんですけど、なんとね、1泊3200円なんですよ。めちゃめちゃ安いっすよね。いやー、最高です。今日はね、温泉でも入ってゆっくりしようと思いまーす。いや、いいですね、宍道湖。綺麗っすね。ラーメンの自販機。ちょっとショッキングな出来事がありましてね。いや、参ったね、これほんと。ちょっと痛いなー、壊れたの。ちょっとテンションが下がっております。